日本埼玉県埼玉市西区、飯田新田飯田新田は、埼玉県埼玉市西区の大技。郵便番号は331-0068。埼玉市西区の西部の中世平野に位置する農業地域。地区の東側でに地球に、南側で、塚本やその飛び地及び塚本町や、上田や本村に行ったの飛び地に、西側で、富士見市、東大久保や川越しか屋沼に、 北側で上田や本村神殿に隣接する。土地利用として主に農地であるが、県道などの主要な通り沿いに民家や商業施設が見られる。かつては地区の生態を流れる現在の瓶沼川が荒川の流路であり、に積み屋などとも陸続きであったが、1925年より着手された現在の新流路建設によって分断された。 埼玉市街に出るためには地水橋を渡らねばならないため、それよりも近い富士見の市周辺も生活圏となっている。なお、元村だった飯田とは隣接しておらず、荒川改作により、地水橋のみでしか対岸に行けないため、やや離れている。市内の荒川堤防では、埼玉築堤事業によって、堤防の重上げ工事が実施されている。元は、江戸期より存在した足立郡。 上田寮の飯田神殿として独立していた。その飯田神殿は東方にある飯田村の神殿として、漢文年間に飯田村の農民が開発した。村高は、天保豪町によると60国余りであった。助ケは、中仙道大宮宿に出役していた。活性期の世帯数は56件で、村の規模は、東西3町、南北6町余りであった。 2017年9月1日時点の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。かつては新義新言州最高院があり、境内に徳川家康の東照宮おこしかけ松があり、寺小屋が官永期以降より開設されていたが、明治初年に廃寺となった。ありがとうございます。